料理ベイラグ、フードスタイリストのさっこです。今回はこちらのオレンジを使ったホタテのカルパッチョをご紹介します。今回使う材料はこちら、詳しくは概要欄をご覧ください。ホタテはこのように2分の1にスライスしておいてください。では早速作っていきましょう。最初にこちらのフルベジスマイルオレンジカッターを使ってオレンジをカットします。こちら中を広げて刃を出します。オレンジの皮目、こちらを縦に4等分になるように切り込みを入れます。このように皮を剥いていきます。皮が剥けたら房ごとに外します。房が取れたらこのように刃をしまってここに切り込みを入れるとこのように綺麗に薄皮が剥けます。2分の1にスライスしたホタテはこのように並べて軽く塩を振っておきます。こんな感じです。では盛り付けていきます。オレンジとホタテを交互に重ねてください。次に刻んだオリーブを乗せます。こちらケーパーも少し乗せます。上から今日はディルを用意しました。こちらもちぎって乗せてください。最後にエクストラバージンオリーブオイル上からかけます。これでオレンジとホタテのカルパッチョ完成です。ではオレンジとホタテのカルパッチョ完成しました。おしゃれでとっても簡単なのでぜひ皆さん試してみてください。次回もお楽しみに。